皆さんこんにちは、ネイリストのミカです。このチャンネルはセルフネイルを始める人のためのネイルレッスンと DIY を中心にアップしていく動画です。で今日はですね、ネイル動画としては第2回目 のネイルレッスンになっています。前回の動画ではセルフネイルする人が、どういう材料を買えばいいのかっていうのをご紹介しました。で私は一応ネイリストなんで、普段はそう専門のお店で購入するんですけど、とセルフネイラーの気持ちになってロフトに行って実際にこうネイリスト目線でこれはいいと思うとか、これは後々不便だからやめた方がいいとか、そういうのでちょっとチョイスして選んできた動画になってるんで、これから始める人でまだ材料持ってない人はぜひそちらもチェックしてみてください。で今日はですね、その前回紹介した材料プラス一つご用意していただきたいものがあります。それはじゃん、このアルミホイルです。アルミホイルなんで、今から台所に行ってきてもらって、ちょっとピッて切って持ってきてください。誰でも持ってると思います。でこのアルミホイル、オフするために巻くってよく使うんですけど、そうじゃありません。今日はアートするために使うんで、いりますいりますよ。でプラスですね、前こんなの売ってるよって紹介した中にもあったんですけど、こちらのクリスタルの、これのサイズは SS7 かな、サイズはお好みでいいんですけど、クリスタル のアクリルラインストーンです。このストーン、こんなね、これを用意してください。今日のデザインでいります。では、この材料を、あとその前買ったこのジェリーネイルの25番のカラー使います。で、これらの材料を使って一体どんなネイルをするのか気になってますよね。で気になってないですか？ないかもしれないですけど、それはこちらです。ドドーン、ちょっとシンプルめなオフィスネイルでもギリギリといけそうな綺麗めなネイルを皆さんにご紹介したいと思っています。というわけで早速ですね、始めていきたいと思います。私は皆さんに動画でネイルのやり方をお伝えするために、ネイルをすぐに剥がさなくちゃいけないのでこのピールオフゲルというものを使います。これはですね、ジェルネイルのベースを塗る前に塗布してください。これを塗布することでジェルがペラッと剥がせるんですよ。こうつけてもキュッキュッとしてペリッて剥がせるし、爪に負担がないので練習するときはいいかもしれないです。これはロフトには売ってなかったんですけど、ネットとかで売ってるかなと思います。で乾かしながら説明していきますね。今日はグラデーションをしたいと思っていますので、グラデーションするために3種類 の濃さの色を作っていきます。で一番薄いところとその次に薄いところを作って、3つ目はもうこの原液というかでいきたいと思います。なんでも乾かしてる間に先作ってしまいますね。で混ざっていないかもしれないので、このウッドスティックでそこからゆっくりですね、気泡が入らないようにゆっくり混ぜてください。ジェルがね結構こびりついてしまうのがウッドスティックの厄介なところなんですけど、スパチュラだと全然こんなことはならないです。スッと取れます。でまず一番薄い色を作っていきます。これパールが入ってるのでグラデーションしやすいかなって思います。でちょっとこのぐらい取ってこのアルミホイルの上に置きます。でベースジェルですね。ベースジェルとカラージェルが3対2ぐらいですね、ぐらいの割合、このぐらいの割合で混ぜていきます。この時も本当は混ぜるものがいるんですけども、筆でいっちゃいます。で一回筆拭きます。この間に挟んでこうピッとね、綺麗です。次はカラージェル3にベースジェルが2ぐらいですね。よいしょ、適当です。やってで混ぜます。これでカラーができたんですけど、ちょっと分かりにくいんですけど、こっちの方が薄くなってます。
で、こっちの方が濃くなってます。で、三つ目はこの濃い色で、これでグラデーションを作っていきます。で、そうこうしてる間に乾いたので、まずベースから塗っていきます。私はベースは、ハケタイプを使っています。ハケでつけれるぐらい柔らかいんで、流れてしまう可能性があります。なので、そこまでいっぱいつけないでください。下は何もついてなくて、上にちょっとこんもりするかなぐらいで、つけていきます。で、私は根元の少し手前で置きます。で、ゆっくり押す。で、引く。で、次サイドは置いて、このまま、この時に塗るポイント、これマニキュアでも使えるんですけど、塗ってる時にこの筆の一番端っこの部分、この角の部分を見ながら塗るんです。こっちだったらその角を見ながら塗ります。こっちは反対の角を見ながら。汚くなりにくいです。で、固めていきます。あったら次、その、グラデーションしていくんですけど、まずですね、一番薄いところ、薄い色、一番透明度の高い色を取って、全体の3分の2ぐらいのところから引きます。ほとんど色がわからない感じですね。で、この塗るときに力を入れすぎてしまうと、そのジェルを掘ってしまう感じになって綺麗に塗れないので、上の層をスッとこう引いていくぐらいのイメージで筆を動かしていってください。で、塗れました。塗れたら固めます。で、この固めるときに、こういうジェルとかが、この光が出てるところの近くにあると固まってしまうので、避けておいてください。固まりましたね。固まったら、次、このさっきよりちょっと濃い方を、ジェルの次その塗ったところの半分ぐらいに置いて塗ります。ジェリーネイル、色薄。まあ薄めてるからか。で、そしたら今の状態だったら2層にこうバンバンって分かれてると思うんですけど、それをちょっと筆をこう綺麗にしてもらって、この2層になってる部分、を綺麗な筆で上の層だけをこうシュッと取っていく。ちょっと筆に移るみたいな感じです。で、もう一回真ん中もちょっとシュッと取る。これがすごい難しいんですけど、取ります。で、今私喋りながらずっとやってたんで結構ジェルが横に流れてしまった。で、こういう時にもウッドスティックを使います。ウッドスティックを使ってこの皮膚の方に当てて、で、流れてしまったジェルを取り除きます。そうすると綺麗になります。これで固めます。25番結構色薄いですね。固まりました。ではですね、次、もうその原色そのままを取ってもらって、1回目は爪の3分の2から、その次は塗った部分の半分から、で、今度はその1個手前で塗った部分のさらに半分から塗っていきます。横塗るときなんですけど、こう押さえて、ここで押さえてもいいし、ちょっとこう皮膚につきにくいようにするのがセルフネイルのポイントかなと思います。で、上の層を見えますかね。こう若干シュッとなじませる。で、これなじませたごとに筆を拭いてください。で、固めます。で、固まりました。固まったらですね、こういう感じですね。根元は透明なんですけど、だんだんこうグラデーションになってますね。で、使うのがこのストーンです。グラデーションだけだと少し寂しいので、ストーンを使います。このストーンなんですけど、私は3つの種類を使おうかなと思ってます。2つでもいいですね。2種類にしましょう。大きいのと、それよりちょっと2段階小さいのを使います。私はアップジェルで固めたり、接着剤使うことが多いんですけど、このトップのジェルをちょっと取って、この根元に置いていきます。ピンセットで取ってもらって、この真ん中に置きます。ね、置きました。で、さらに置いてください。で、この時にちょっと隙間を空けるようにしてください。横と、ストーンとストーンの間を。で、小さいストーンですね。で、この間に入れていきます。で、せっかくセルフなんで、ストーンの数とか気にしなくていいので、お店に行ったら結構ストーン1個いくらみたいな感じになるじゃないですか。
うん、で、まあ、いっぱい置いちゃいましょう。この時に、ポイントとして、で、こっちのラインは結構ボケるんですけど、このうちのラインっていうのの方が、パッと見た時に目立つので、ここのラインを綺麗になるように置いたらいいかなと思います。はい、いい感じです。で、これで固めます。で、こうやって開いてる蓋は閉めましょう。結構忘れがちなんですけど、私は。はい、固まりました。では、トップジェルですね。ストーンが結構乗ってるので、2回に分けて固めていきたいと思います。で、1回目は、このストーンを固めることに集中して、このストーンの、この手前、このここに結構ジェルを置いてください。置いたらちょっと、馴染ませて固めます。熱っ！めっちゃ熱い、この、ノンワイプトップジェル。で、こうやってこう、爪が熱いって感じるときは、ちょっとこう、ライトから離してください。で、若干光が当たって、もう10秒ぐらいしたらもう入れても全然熱くなくなります。これなんで熱いかというと、まあ、爪が薄かったり、または皮膚にジェルがついてしまったりするとなるんですけど、もう一回固めとこう。この化学反応で光と化合して固まるんですけど、特にノンワイプトップジェルとかだったら未硬化ジェルをなくすためにこうキュッとしっかり固まるんですよ。なんでこう固まる力が強い、化合してこう熱が発生するのかわかんないんですけど、そういう力が強いんで、それをこう皮膚を通じて爪が薄くなってたら熱いって感じます。私がお客さんにするときとかも結構薄いお客さんには熱かったら出してくださいねとか、ゆっくり入れてくださいって言うんですけど、熱かった、びっくりしました。次はもう本当に根元からそんなにたくさんつけなくて大丈夫ですね。で、この時に自分で塗る時に手を上にして塗ったり、こうして塗ったりするとどんどん根元の方に垂れてしまうので、もう下向きに、爪は下向きにしておくといいです。で、この時に先端にもちょっと絡めるようにつけてください。若干ね、浮いてこないように。で、固めます。はい、ちょっと用心して遠くから、怖ーい。で、こんな感じです。ノンワイプトップジェルを使っていない方はここでこのキッチンペーパー、もしくはそのワイプ専用のものでもいいんですけど、マスクとかが私はいいと思います。マスクをこうちょっと四角く切ったもの、ちょうどいい感じの拭き取ったし、ノンワイプもツルツルになったら、どうしてもね、やっぱり横にセルフでやると流れてしまう。特に左手で右手をするときは絶対と言ってほど流れてしまうので、これをちょっとファイルで落としていきます。指と爪の間にこれを入れまして、で引いて削る感じですね。で、やったら、この爪の裏に、削ったものがちょっと入り込んだりしてしまうんですね。それを、このスポンジ、これで、これも爪、もう全然当たっても痛くないので、もうガーってこう、このもう爪とその指の間に入れ込んで、この間に入れ込んでしまっても、バーってしてください。すると取れます。綺麗になりました。で、この、めっちゃ大きいでしょ。似合わずピンクを買いました。これをバーってしてもらったらもう完成です。できたー。で、オイル塗ります。で、このオイルよくどこに塗ればいいのかわからないっていう方が多いんですけど、この根元です。根元にこうやって置いてください。根元に置いて、で、そこからこっちにちょっと伸ばしてもらったら、写真撮るときもいい感じになるし、まあ、爪にももちろん塗ってもらって大丈夫です。で、こんな感じで、ちょっと綺麗めなネイルが完成しました。よし。皆さんどうでしたか？わかりましたか？やり方。わからないこととか、自分が持ってるジェルで、ちょっとこういうところがうまくいかなかったとかあれば、ぜひコメントで、ください。私も一緒に考えて分かることは説明したいと思っているので、またこんなジェル、こういうデザインどうやってするのとか、こう
ういうこれのやり方が分かりませんとか、私の使ってるジェルどうしてもこうなってしまうんですけどっていうこととかも、あの分かることは説明したいと思いますので、セルフネイラーさんはあの疑問があればコメントでよかったらあの質問してきてください。でまたこの動画が役に立ったとか分かりやすかったとか、あのちょっとネイル始めましたみたいな人とかいれば、もしよかったらあのいいねしてください、してくれたらめっちゃ嬉しいです。で、あとはまああのまだ何曜日にネイルのレッスンあげて何曜日に DIY あげるってはっきり決めてないんですけど、まあ頻繁にあのできる限りアップしていくつもりなので、あのお知らせが届くようにあのチャンネル登録ももしよかったらお願いします。で今日はちょっとそのシンプルな大人っぽい感じのネイルだったので、あの次はちょっともうちょっと派手な感じ、もしくはポップな感じでやっていきたいなと思ってます。まあ、まだ未定ですけど。というわけで、今日は見ていただいて本当にありがとうございました。ではまた、ありがとうございました。バイバーイ。